皆さんこんにちは。リハナメチャンネルの時間です。このチャンネルはマイナビさんとのコラボで提供しております。今回のテーマは PTOTST 認定専門を取る戦略、取らない戦略ということで、今回ね、よく、SNS とかでも話題になります。認定を取っても認定専門を取っても意味がないとかね。いや、そんなことはないとか。そういう話に関して、まあ、私の考えをお伝えしたいと思います。先に言っておきます。どっちでもいいです。取っても取らなくても。ただ、どうでもいいっていうのは、そこに、結局、意味を見出せるか見出せないかなんです。取らない意味、取る意味を。で、ここで、私ね、よく、これ最初に意地悪言いますけど、認定専門取りますよね。取りますよね。で、うちの会社、認定専門取ったら、お給料上がります。そんな、ブワーは上がりませんけど、認定取ったね、専門取ったね。じゃあ、これは、これだけの手当に値する、あなたは、異業だ。もっと言うと、私、認定専門取っている PTOTST が来たら、取ってない人よりも優先的に雇用します。なんでかって。やっぱり大変です、認定専門取るの。で、それを取るっていうことは、そこに対する、仕事に対する意識がそれだけで高いっていう証明になるんですよ。ね。よくね、なんでしょう、取っても意味がないっていう派の人が言うんですけど、その人が優秀かどうかって分かんないの。社会って。初めて会った面接だと。で、そこの中で、すごく分かりやすく、私は認定理学療法士持ってますって。この価値が分かっている人が見たときに、ああ、君はじゃあ、真面目にいろんなことを研鑽積んでる人物なんだなっていう、大きな判断材料になる。これは間違いなくそれは言える。ねえ。ただ一個。その価値が分からない人がたくさんいますよっていう。それってすごいのって。ねえ、2時間ぐらい講義受けたら取れるんじゃないのとか。もっと言うと、我々を雇用するのはほとんどの場合は医師です。ドクターです。ドクター、この専門と認定の理学療法士の取ることの価値って理解されてる人どれくらいいますかっていう。そういう話なんですね。で、例えばだけど、この認定専門を取ることに価値を感じてくれてる病院とか、そのドクターがいるとすると、すごくその人はありがたい存在なんですよ。ね。すごくそういう病院で勤めてる人はラッキー。ただ一個先に言っとくよ。それって全体のドクターの何パーセントですかって。少数派です、間違いなく。そこで、じゃあ自分は取っても意味がない。取る意味がある。それはもう結局エビデンスの問題じゃなくてどう生きるかっていう問題ですね。あ、ちなみに君たちはどう生きるか。私は意味がわからなかったけど、すごく爽快感があって面白かったです。はい。あとはですね、認定専門を取らない場合。取らなくてもいいんですよ。はっきり言っておきます。別に取らなくてもいいですよ。ただ、あなたその取らないで、何も自分のその能力を高める行為をせずに、そのまま人生過ぎされるほど甘くはないよ。自分がもう50近くになって、嫌な話言うけど、20代、30代、ぼーって何もせずに過ごした人ら、ほんと居場所なくなってるで。気の毒なぐらい。で、それでもその人がそれで人生納得してる。自分はこういう形で趣味に生きる。ね。家族との時間を最大限に取るために生きてる。それで自分はこの収入だ。もう全然それだったらいいんですよ。ただ、ほとんどの場合、社会が悪い、教会が悪い、医療が悪いっていう話になっちゃうんですね。ほとんどの人は。自分で納得できるんだったらいいよ。で、一個ね、言っておく。認定専門取らない。認定専門取らない場合で、じゃあ自分の、例えばだけど、わかりやすく言うと、年収を上げたい。それでやるんだったら、マネジメント能力磨くしかないんです。いい。臨床の技術をバーって磨いて、それを認めてくれる人に出会えばいいですよ。それで、君の、その治療技術、理学療法の技術は、これだけの価値があるって分かってくれる人に出会えればいいですよ。ほとんど出会わないんですよ。じゃあどういうふうに自分の収入を上げなきゃいけないの？それは分かりやすい形を提示しなきゃいけない。その分かりやすい形を提示できるっていうのは何かってマネジメント能力ですよ。
ね、スタッフたちをこれだけ使ってこういった収益性を上げて、その上で自分はここで理想をこういう風に作っていくんだっていう。ね。取ってもいいし取らなくてもどっちでもいいです。ただ、それと、この仕事は意味がない、やらなくたって価値がない。そういう話では全くないですから。あ、ちなみにですね、僕、認定専門を取ってる人、心から尊敬してます。心から尊敬してます。すごい自分の時間を使って、そして、少しでも患者さんを良くしようと思って取っている方。ね。それは間違いなく、そういった報酬はあるということだけお伝えして、今回の配信終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。今回の配信はマイナビさんとのコラボでお送りしております。ぜひ概要欄の方からマイナビさんへの登録よろしくお願いいたします。